Coming up next up. これ知ってます？このハンガーを頭にこうつけるとですね、頭が勝手にこう曲がるというやつですね。これね、一応なんかね、現象に名前があってちょっと忘れちゃったんだけど、この間先日ちょっとそこで流行ってね、お客常連さんとかと一緒に遊んでたんですけどね、多分その学会での正式発表ではないと思いますけど、まあ一応なんか科学ある程度こう科学的に証明されてるみたいなんでね、これつけるでしょ。これ反対にすると、確か反対にああ行くんですよ、ほら。まあ行く人と行かない人があって、まあ勝手に行くというよりはそっちに行こうという力がなんとなく働いてる。反対だとちょっとなんか違和感があるんだけど、そっちの方だとスッと行くっていう、はい、どうでもいい。よかったらやってみてください。行く人と行かない人がいます。あ、そうそう、ね、私チャンネル名を変えましたね。あ、前のチャンネル名ってガガムービーフルとかいうね、わっけわかんない単語だったでしょ。あれね、そのレディオガガのホームページの1コンテンツとして、まあ、一応ムービーのチャンネルを出すっていうんで出し始めた時に、まあ、タイトルもよくわかんないからなんか適当につけちゃった名前でずっとやってたんですね。まあ、年 1,2 回の投稿が何年間か続いて、まあ、本格的にこう出し始めたのが4年前、3年半ぐらい前かな、になるんですけどね。まあ、それからね、こう YouTube の方がちょっとどんどんなんか上がってきて、今のような状況になるん で、いつか変えようとは思っていたんですけど、まあ私ご存知の通りダメ人間なんでね、ちょっとやればすぐできるようなことがずっと後回しにしちゃうという。っていうのがあって、ほっといたんですけど、この間、ふとスイッチが入ってね、あ、やろうって思って、ふと変えちゃったっていうね。まあだから、なんかこう強い思いとかで、ね、何か考えがあってやったわけじゃないんですけど、まあちょっとわけわかんない呼びにくい名前より、パッとわかりやすい名前に変えたっていうんでね。で、まあ、なんとかラジコンチャンネルとかね、レディオガガムービーチャンネルとかっていう名前ではなくて、こうガガハシチャンネルっていうにした思い的には、まあ私個人という人間を、まあ、知っていただこうという、まあ、ちょっとそういった意思もありつつ、まあ、ガガハシチャンネルっていう風にねさせていただいたという、まあでも本当、まあでも語るべきようなことはあんまないですね。まあそれと同時に一応このアイコンみたいなやつもね変えたんですけど、まああれなんか分かりづらいんで、またちょっと、まあどうでもいいことですがね、また変えたいと思いますんで。すいません。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。今日のお話はですね、まあ、ちょっとかなりね疑問としてはね面白いご質問を頂戴したのでね、でお答えしていきたいなと思います。これ何かというと、まあ、ガチのハイエンド競技バギーの場合ですね、まあ、2駆と4駆あると思うんですけど、どっちが速いんですかっていうご質問をね、でこれ聞いてね、ん、そんな4駆に決まってんじゃんって思う方が、まあ、ほとんどだと思うんですけど、これ実はね、単純でもないんです。まあ私ね、よく動画の中で、じゃあ肉の方が実は簡単だとか、四駆の方が難しいっていうね、言葉をね、実はね、結構これまで言ってきてるんですね。だからこそ生まれたご質問だとは思うんですけども。じゃあ結論から言いますね。肉と四駆どっちが早いか。実はですね、まあ四駆の方が、四駆の方が、まあ早いです、それはね。やっぱりね、安定、当然ね、2つのタイヤで駆動するよりはね、前も引っ張った方が、それはね、やっぱ安定するし、やっぱ速いと。ただし、なんですよね。なんでこう正しかっていうと、まあ、フィールドによるんですけど、まあ、例えば、その昔ながらのグラウンドみたいな路面とかね、そういったとこだと、まあ、ほとんど誰が運転しようが、まあ、四駆の方が速いです。ただしね、最近の競技バギーですね、横もさん、阿蘇市、ロッシーね、X-ray いろいろ出してると思いますけど、その設計しているフィールドですね、設計しているフィールドっていうのはかなりハイグリップなフィールドを前提とした設計になっているのが最近の競技バギー、ハイエンドバギーになるんですね。そうなってくるとまた話はちょっと変わってきて、もちろんそれも四駆の方が速いんです。速いんですけど、実はねかなり腕が必要になるんです。私ね、まあ一応ね競技コースということでね、うちもレディオが営業しておりまして、まあ路面的にも
まあ、ちょっと特殊なやっぱり競技バギー用の路面ってことになります。でお客様がね、ラジコン始められたい、バギーやりたいんですけど、どっちから始めましょうかって言われると、私必ずこう答えるのが、肉からにしましょうって言います。二輪駆動の方が運転しやすいですよって言うと、皆さんそうなんですかと、四駆動も簡単じゃないんですかって皆さん言われるんですよねところがそうじゃないですね。一定の領域を超えるグリップ感に到達すると、途端に四駆の方が難しくなるんですね。まあこうやって言ってもね、そうなのかなって思う人多いと思うんで、一つ例を挙げると、例えばカーペットコースとか人工芝のコースがあったりすると思います。でそこで全日本選手権が開催されたとします。で全日本選手権、まあ、最近はねちょっと出たいって言えば出れちゃうんで、レベル帯としてはねトップの方と、まあ、こう始めたばっかり方っていう方も当然いらっしゃるんで、相当差は出てくるんですけど、そうですね、まあ、仮に100人の参加者がいた場合ですね、で2区と4区両方同じコース出ましたね、同じレイアウト同じ周回方向ね、で2区と4区あるとします。そしたらね、その100人、まあでも当然ね、ある程度走れるの前提になってからやっぱ全日本選手権出ると思います。さすがにね、戻ってくる時に右と左がよく分かんないっていう形で全日本出ようって方はね、さすがそんな方はいらっしゃらないと思うんで、まあそれなりにやっぱコースも周回できるっていうようになってから出るね。まあ当然さすがに、まあ真ん中ぐらい100人中50位ぐらいになると、もうそれはね、やはりね、地方では完全にトップドライバーと呼ばれる人ですね。あのサーキットの主だと、あのサーキットで一番速い人だっていう人が大体、まあ、その100人いたらまあ50位ぐらいになるっていうのがやっぱり全日本選手権っていう世界なんですね。それでもそうですね、その100人中70人は超ハイグリップコースになっちゃうと、肉の方がね早いんですよ。これはですね、まあ、理屈ちょっと抜きにして実際起きていることなんで、そうなってくると一部の超トップドライバーを除いては、ほとんどの方が環境によっては肉の方が早いということになってしまうんですね。そうなんですよ。でなんでこんなことが起きるのかについて、まあ、私なりの解釈でね、ちょっと簡単にお話しさせていただくと、結局ハイグリップになると一番はですね、フロントに駆動があることによって、まずねハンドルをゆっくり動かさないといけない、ゆっくり丁寧に動かさないといけない。フロントが駆動してしっかり、タイヤも太くてしっかり駆動しているからこそ、荒い動作をしてしまうとすぐハイサイドとかね、唐突な動きで車止まっちゃったり引っかかっちゃったりね、あとインガーを踏んでしまったりってことが起きやすいのが四駆になるんですね。あとはまあジャンプですね。ジャンプの着地でやっぱりまあ四輪同時にね着地できるというのは当然理想なんですけど、まあそれはそうなかなか簡単な技術じゃないってことはお分かりだと思うんですが、まあやっぱどうしてもねフロントから着地する状況ってもうよく起きると思うんですね。そういった時にやっぱりねトラクションがかかりやすいフロントの駆動の四駆、前の重量が重い四駆の車っていうのはどうしても着地時に転倒ってこともかなり起きやすいです。肉だとフロントに駆動伝わってないので、頭から入ってもねスルッと抜けた上でリアが設置するので、ちゃんと逃げが存在するんですけど、四駆はフロントの駆動があるもんですから、フロントから先に着地した時にちゃんと回転数とかねハンドルの向きっていうのはしっかりしていないと、そこでこけてしまうんですよね。今言った2点、ハンドル操作とかイメージが丁寧にゆっくりしないといけないとか、着地の時に難しいっていうんで、そういう環境になってくると、やはりね四駆の方が難しくて肉よりもタイムが出ないっていう逆転の現象が起きてしまうんですね。でただここでねちょっとマニアックな専門的な私の意見から言わせていただくと、まあどうしてもね気持ちはわかるし皆さんやってしまうとは思うんですけど、例えばセッティングのタイヤとか、あとパワーソースですね、じゃあその全日本出てねいい成績を残そうって方ならやっぱりね真似するのはトップオブトップのトップドライバーの真似をすると思いますね。例えばね杉浦雄介くんとか小寺海斗くんなんかが出るとね、その彼らが使っているものをやはりまあ真似した方がいいって、それ自然だと思いますし、それ当然だと思います。でその方向に行き着くっていうのは当たり前のことなんですけど、ここでちょっと存在してくるのはやっぱりねその操作技術のまあ、身の丈っていう言葉ですね。やっぱねご自身に合ったものを使う、例えばトップドライバーと同じ
ようなタイヤ、ね、同じように曲がるものを使ってしまうと、どうしてもやっぱ操作技術の未熟さからそれが逆に足かせになってしまったりね、トップドライバーと同じパワーを使ったら同じタイムが出るんじゃないか、そんなわけはないんですよねやっぱりね、そこで操作技術っていうのがあって、そのパワーを扱えるっていうのがあるので、まあ、これは今日のご質問の意図とはちょっと違うお話にはなるんですけども、やはりね、身の丈に合ったものをチョイスできるものも含めての能力だと、まあ、その判断を冷静にチョイスできると、まあ、例えばその、ね、50位ぐらいの方だ、その全日本選手権で50位ぐらいの方だったらね、肉のが早いっていう状況が起きる状況の人でも、それをご自身に合ったふうに調整することができれば、そうすればね、4駆の方がね早いんじゃないかなって私は思うんですね。まあ、ちょっとね話が脱線してしまいましたけど、まあ、そういった理由で、2駆と4駆、当然最終的には4駆の方が早いんですけども、その4駆の方を早く走らせるには、それに伴った技術とか、ね、セッティング能力、イメージ能力っても伴ってこないと4駆の方が早く走れませんよってね、ただもう一度言いますけども、その競技のハイエンドバギーが戦われる舞台を想定したマシンなんですけども、そのマシンをですね、昔ながらの、ね、グラウンドみたいな路面とか、あの屋外の、ね、砂ぼこりの多いような路面に持っていくと、それはもうね、ほとんどの方がやはりね、四駆の方が速いタイムを出せるようになりますのでね、ちなみにレディオガガのコース、うちのコースなんですけど、そうですね、やっぱりね、ガンガン走っているね、あのコース慣れしている常連さんが走るとやはりね、四駆の方が、まあ、速いのは速いんですけども、ただしかなりやっぱり苦労したりね、難しい、それでもやっぱりね、肉の方が楽しくて気持ちいいって考える方はもうほとんどになるので、やっぱレースになるとそれなりに速い方でも四駆の方が苦労したりね、ミスが多かったり、たくさん転んでしまったり、ね、路面変化に対応できなかったりとか起きるのが、やっぱりね、ある程度走れる方でも四駆の方がやっぱ難しいっていうのが、当然誰もが四駆の方が速いだろうってね、思うんでしょうけど、そうじゃない場合も起きてくるっていうことでね、まあ、その競技バギーの世界知っていただけるといいかなと、私ね、何度もお話するんですけど、これから競技バギーを始めてみたいと、ね、いう方ですね、で走らせる環境によってはね、やはりね、肉バギーから始めていただいた方がきっと楽しく成長できるかと思います。四駆バギーの方がね、ちょっと困難の可能性がありますね。その走る場所がですね、その個人サーキットの、あの土路面であったりとかね、乾いた路面で走らせるんであれば、もう本当お好きな方をぜひね、楽しんでくださいっていうお話になるんですけども、競技サーキット前提であればぜひね、肉バギーから始めていただいた方がいいかなと。まあ、その走りの面もそうなんですけどね、あとメンテナンスですね、あと壊れにくさ、そういった意味でも肉バギーの方がね、価格、壊れにくさ、走りやすさのバランスが高いってことになるのでね、やはり入門にはその方がいいんじゃないかなっていうことでね、今日はお話をさせていただきました。それではですね、今日の動画参考になったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をぜひお願いいたします。非常に励みになります。またレディオガガのウェブショップやってございます。そちらもぜひチェックお願いいたします。またですね、高橋 SNS もやっております。 Facebook、インスタ、Twitter ですね、こちらの方ももしよろしければフォローしていただけますと非常に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。